この間、ディカプリオが出ている「ドント・ルック・アップ」というネットフリックスの映画を見ました。上からもう彗星が落ちてくるよねっていう映画 で落ちてきたら地球なくなっちゃうよねっていうなんですけど、上見なきゃいいじゃんっていう派閥が出てくるんですよ。で、まあ、コロナウイルスも、ちゃんとデータを調べると、もう、アメリカとか、その、欧州とかの先進国で人めちゃめちゃ死んでるんですけど、オミクロンの前に、コロナは風邪であるっていう頭の悪い人たちがいっぱいいたんですよね。いやいや、人死んでますがなっていう。でも、それを見ないことにする。で、俺の周りでコロナで亡くなったやつはいないっていう。いやいや、確かあなたの周りはいないんですけど、世界中いっぱい死んでますがなって調べればわかるんですよ。でも、それを調べないっていうのを茶化す目的で、ドントルックアップは上を見上げなければ何も起きないっていうのをしたんですよ。で、やっぱ頭の悪い人っていうのは言っているので、なので、ドントルックアップは面白かったです。